調和は色気が大事で、考えるの感じろで、流れでズボン。ください。ご自愛？くれぐれも。
ご自愛ください。くれぐれも？ご自愛とは御前自愛のようなものですか？全然違う。ご自を愛する。一回しか言わないけど、思って知りたい。取りますので、もう少し詳しく。だから部屋でごちゃごちゃしてる時にできるから。調和のためのトレーニングということですね。オナテとは何ですか？大事なとこが分かってない。だから指同じとこですか？ここに書いてあるから読んで。はい、お借りします。
っかくだから借りたまま返すのも悪いし、せっかくだし、あ、でもちょっとドキドキしてる。こんなのダメなんだけど、外でお泊まりなの。嘘ついた。